はい、じゃあ1日目晩ご飯です。お疲れ様です。じゃあ1日目晩ご飯の挨拶をする人を藤くんに選んでもらいます。藤原ルーレットスタート。まさかの2回連続です。これ偶然だから、確率の問題だから。確率が、うん、あるからね。はい、おはようございます。おはようございます。じゃあ2日目の朝昼兼用のご飯ですね。じゃあ挨拶をする人を決めていただくのは藤くんです。これも確率なんですか？確率、確率、僕も確率、うん。じゃあ藤ルーレットスタート。まさかの3回連続です。たまたまだから。これは海何してんの？やる気満々？いや、もうスタンバイしとこうと思います。何の何の？絶対当たりますもん。挨拶違う、ルーレットだから確率の問題だから。だっておかしいもん。違うよ、23分の1だから。はい、それでは4回目の食事です。もうお腹減ってるんでさっさと行きましょう。早送りで行きましょう、はい。じゃあ挨拶する人を決めます。はい、フジルーレットスタート。皆さんおはようございます。最終日のお昼ご飯です。ここでですね、フーミンからですね、抗議が入りまして、挨拶のルーレットが毎回自分すぎると。確率の問題だからしょうがないんだけど、なんかやっぱ一応ね、本人はちょっとなんか仕掛けがあるんじゃないかと疑ってるみたいなんで、ちょっとここは公平にですね、僕がじゃあルーレットする人を決めます。あ、それでもいいし。でも藤木君ルーレットだったと、また僕がね、多分多いです、確率。率がな、はい。どうする？決めます。僕がルーレットする人決めます。いいよ。じゃあ風味ルーレットスタート。ドゥルル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 ルあー、藤くんか。合成、合成、またまた合成。2回やっぱ段取り踏んだから、これはもう確率的にはもう 23×23× とか、うん。じゃあ最後ね、じゃあ藤くんのルーレットいきましょう。じゃあ藤ルーレット最後スタート。回ってねえじゃねえか。